ルシオンは、フランス、プロヴァンス・アルペ・コート・ダ・ジュール地域圏、ボクリューズ圏の小さなコミューン。そそり立つオードの岩肌の上に村がある風景で知られている。フランスの最も美しい村に選ばれている。1942年から1945年まで、ナチス・ドイツに追われる身であったサミュエル・ベケットが潜伏していた。ルシオンの典型的なオード・リュベロンダニの北側に一致する。 北を十カス、サンサトゥルナンレアプト、西をゴルド、ゴルト、東をガルガス、南をボンニューノ、格、コミューン、そして国道105線と接している。アビニョンまで TGV で移動。アビニョンのバスターミナルからアプト行きに乗って約1時間20分。ルシオンはオードが豊富で、かつては数多くの採掘場があった。オードの祈願は、 ほとんどがかつて人の手で削られてできたものである。二つの小川が流れており、コミューンの北にあるイメルグ川と、東の端にあるウルバヌ川が重要である。しかしながら、四季に応じて、他の川も流れる。これは、土地固有の起伏が作られたことが関与している。アレッポ松、フランス海岸松、ヨーロッパ赤松がとりわけこの地方に生えている。 高原に到達すると、今では白菓子とウバメ菓子といった別種が生えている。稀に銀泥が生えている。伝統として、葡萄と穀物も生産されている。教会の主老ルシオンという地名は、設備士のマイナスワンが、ラテン語の人名、ルスキリウスについた形態を取り、創設者の名を冠したガロロマン人の領域であったことを示している。時には、 古フランス語のルースセルから派生したともみなされる。987年、ルシオンにはカストルムがあった。989年にはロッシッリョーヌと呼ばれた。アグウやバンカ、さらにフランス革命までイルケが領主となった。シャルル旧世はフランス遠征の際に村を通過した。この時には、アンジューコー、アンリ、アンリド、ナバール、ブルボンス、キキョウ、シャルル、 ロレーヌ数奇教シャルルラ邸身を連れていた。この時代のコミューンの経済活動は土壌の恵み、すなわちオードを中心としたものだった。18世紀、需要の増加とともに織物業の鍛錬と現代化、そして技術の多様性と現代化が見られるようになった。そして染色の需要、オードの開発にもルシオンの強さが増した。オードから黄色、赤といった顔料が作られ、 これらの職業と工場はいくつものコミューンに広がって分散した。ルシオンに加え、ビラール、ガルガス、デュストレル、ギニャックが知られるようになった。20世紀、採掘を現代化する方法が取られた。採算が取れる鉱脈を見出し、徐々に鉱山すべてを閉鎖していくことが可能だった。化学材料で顔料を安く大量生産できるようになったことからルシオンでのオード発掘は、 次第に衰退し、始まった80年で、観光は工業と変わって主要な産業になった。観光業がルシオン第一の産業である。ホテル、宿泊所、シャンブルドット、キャンプ場、乗馬センターがある。また、農業も行われている。いくつもの地ワインで知られ、奥ワインのコートデュバンが生産されている。ルシオンは、ゴルドの次に、リュベロン産地で2番目の、 フランスの最も美しい村に選ばれた。そのさらに良いルシオンを発見する方法は、東から火に照らされる朝にサンサトゥルナンレアプトから出発するルートである。その眺めは魔法のようであり、村は険しい丘の頂上から現れる。その赤い色合いは太陽に照らされて、より鮮明となる。グルトからのルートでは、オードの中に含まれる赤い要素が松林の真ん中で薄くなる。 いくつもの駐車場がコミューンの外れで許可されている。村の中心は村の頂上にあたり、アートギャラリー、地元の生産物を売る店、17世紀から18世紀に建てられた可愛らしい家が立ち並ぶ。ルシオンの家は総じて赤からオレンジ色である。これは漆喰に地元の顔料を混ぜて塗っているからである。上の方には、 17世紀の美しいファサードがある、サンミシェル教会が立つ。展望台からは崖を見下ろす180度の壮大な、パノラマが楽しめる。観光客が豊富な、ルシオンの王道を図ることが許され、その王道専門学校が、夏季の間一般に開かれる。市場が毎週木曜日朝に開かれる。朝日を浴びるルシオン、ゲルデレギションミーケル、P254? ページデディアリストはールデルシーン。ありがとうございます。